干し肉を購入します。HP を回復するために、宿屋に泊まります。17戦目、ベクタハウンド2体とコマンダー。話を進めるために、獣ヶ原のモンスターを倒します。戦利品は手に入らないので、どの敵と戦っても同じです。敵を倒すと野獣少年が現れるので、先ほど購入した干し肉を与えて仲間にします。その後は、金色のカピカピを拾って、激流に身を任せて、流れ着いた先の港町ニケアから船に乗れば、マッシュ編クリアとなります。厳重防衛戦です。前回同様、一度も敵に接触せずに突破します。今回も主力パーティー短期で突っ込みます。ここまで来たら、こいつが通り過ぎるまでしばらく待機します。通り過ぎたら、左へ進みます。ここまで来たら、今度はそいつが通り過ぎるまで、また待機します。通り過ぎたら、結果の前まで行きます。あいつが右へ移動するタイミングで、下へ進みます。18戦目、結果。攻撃手段は、魔法がメイン。そのすべてが即死球。セリス、火炎、マッシュ、ロックで挑みます。マッシュと火炎はいつも通り、オーラキャノンと必殺剣牙で戦います。敵の魔法はセリスの魔風剣で無効化します。エーテルターボゲット。盗み終えたらロックも攻撃に参加します。あとは魔風剣で魔法を封じつつ敵の HP を削るだけの簡単なお仕事です。特に見どころもないので、加速。強力な魔法はすべて魔風剣で無効化でき、物理攻撃の方は大したことないので、難なく倒せます。撃破しました。窓しこ出て数を稼いでおけば、6ターンほどで倒せます。安らぎの指輪をゲット。テイク2は、1回でした。